ブグト碑文のソグド語の部分の拓本ブグト碑文は、特決時代の碑文で、発見地のブグトからその名が付けられた。現在は、モンゴル国、アルハンガイ県ツェツェルレグ市の県立博物館の庭に置かれている。特決時代の碑文としては、最古のもので、第四代のタバチカガンの時代に建てられたものとされる。 1956年、モンゴル人民共和国のアルハンガイアイマク内ブグとの製法で、特決時代の墳墓が発見されたが、その盗難に建てられていたのが、いわゆるブグと碑文であった。碑文は地中に埋まっていたため保存状態は良好で、あるが、上半分は部分的に破損している。亀氏の上に立ち、周囲紙面に名文が刻まれている。碑文上部には、 狼のレリーフがある。亀氏を含む全体の高さは245センチメートル。亀氏を除く秘石の高さは197センチメートル。幅72センチメートル。厚さ19.5センチメートル。ヒ文面の高さは123センチメートル。ブグとヒ文の紙面には、名文が刻まれており、そのうち3面は、ソグド文字。ソグド語で、残る一面は、ブラーフミ文字。 サンスクリット語で書かれている。これによって、当時の特潔化韓国の公用語がソグド語であり、トュルク語は公用語でなかったことが判明した。はじめ、モンゴルの学者によって、このソグド語名文はウイグル文字、トュルク語とされたが、後にソ連のクリアシュトルヌイ、リフシツラによってソグド文字、ソグド語であることが明らかにされた。長らく、クリアシュトルヌイと、 理シツらの調査と研究に基づいた解読文が知られてきたが、1997年の森安隆オらによる再調査によって、非文内容に大きな改善が加えられた。即度ドめ面の解読は吉田豊が行った。大きな改善点としては、新しい総害を立てようとされていた部分は、強法の石を立てることであったこと。ベータガンマベータワミンガンマガンマ N と呼んで、 スミンカガンとしていた部分は、WMNX ガンマ N で、ウムナカガンであったこと。タバチカガンの原音が、ベータガンマ TSPR ガンマガンマ N では、なく、M ガンマ TTPRX ガンマ N であったこと。M ガンマ N 大金と読んでいた部分は、M ガンマ TTPRX ガンマ NTKYNT であったことなどである。ソグド語で刻まれている表を3面には、 マガタトパルカガンの即位と、教法の石混流について書かれており、マカンテギンと称する特決の王族の功績ではない。教法の石とはこのブグと比文のことであり、教法とは理面にサンスクリット語で刻まれたであろう、仏典を指すものと思われる。また、ウサギの年に王になったとあるように、当時の特決は十二四十による記念法を知っていたこと、 タバチカガンの原音がタトパルカガン、キアセカガンの原音がムカンカガン、ナンジブセカガンの原音がニワルカガン、アンラカガンの原音がウムナカガンであることも判明した。内容から察して、ブグとヒブンの混流時期は、マガウムナカガンすなわち、第五代のアンラカガンの知性であると考えられる。以前までは、ソ連のクリアシトルヌイ、リフシツラの調査により、 ベータガンマ TSPR ガンマガンマ N とされてきたが、1997年の森安、高尾らによる調査によって M ガンマ TTPRX ガンマ N であることが確認された。注力語は、特結内の注力系民族のみで使用され、その他の非支配民族を含む加賀国全体では、ソグド語が公用語として使われていたとされる。注力語が、 特結ガン国の公用語として使われるようになるのは、おそらく第二カガン国時代になってからである。それはチョイ連名文以降の碑文によってわかる。モンゴル国原村遺跡、碑文調査研究報告、森安隆尾 P122 から125、ビルゲカガン碑文にも絵トが記載されているに、我が父カガン母年10月26とあるこれらは、あくまでソグド語の発音であり、チュルク語が、 どう発音したのかはまだわからない。ありがとうございます。